この動画を見てくれてる皆さんの中には、昔の自分よりも今の方が記憶力の定着が良くなったように感じている方とか、勉強効率が上がったななんて思う方もいるかと思うんですね。それ、昔の自分と比べた時に何が変わったのかって言語化することができますか？改めましてどうも、あいちです。今回はですね、成績の伸びやすい子と伸びにくい子の特徴について話していこうと思います。ただこのトピックに関しては一つには絞れないです。もともと塾講師やってた時に、いろんなね生徒見てきて、いろんな特徴あんのよ、いろいろある。でも全部話してたら長くなっちゃうし、あと今日11月20日の投稿なので、でしかも受験生の方多いと思うの、見てくれてる方の中でね。でそういった受験生の方とか、定期テストで頑張ろうと思ってるみんなに、この時期だからこそ知っておいてほしい、ただ一つです。もう一つだけ今回は伝えていくので、ぜひねそれを見ていってください。その今回伝えたい一つの違いっていうのがこちら、緊張感の保ち方です。受験勉強頑張ってるみんなもそうだし、あと定期テストの勉強でねワーク頑張ってる方もそうなんですけど、例えばこの時間このワークのページやりますとか、この過去問やりますって決めてやるじゃないですか。でそれ終わった後に、あっしゃ終わった休憩ってもちろんなると思うんですけど、その時に頭の中のスイッチ、これ感覚なんだけど、頭の中のスイッチを完全にオフにしてしまう人と、実は休憩に入ってるんだけど頭の中のね脳の状態はオフにしてないっていう人が分かれるんです。少し私の話をさせてください。私大学受験の時に偏差値20足らない大学を目指していて、で国公立大だったから科目も多いし、でできないね単元も多いからさ、やんなきゃいけないものはたくさんあるわけだから、もうとにかくうわーっていっぱいやろうって思ってたんですけど、でもずっとさ頑張り続けられないから休憩も必要じゃないですか。でご飯も食べる時間とかお風呂入る時間も必要なわけですよ。でもその時間はオフなんですよ、勉強はしてないんですけど、ずっと頭の中では単語のことだったりとか、さっきも解いた数学の問題のこととかずっと考え続けてました。この常に勉強のことを考えてるっていうマインドっていうのは、レベルはあると思います。私みたいに追い込まれてうわーってなってるタイプもいると思うんですけど、多かれ少なかれ伸びてる子っていうのは常にその感覚を持ってる子が多かったんですよね。やるべきことが多かったりとか、気持ちが追い込まれてくると人は難しく考え出します。でももう一回簡単にシンプルに考えてほしい。みんなが志望校合格だったりとか、定期テストで目標点数に近づくために必要なのは、できない問題をできるようにすることと、一回覚えたことを忘れないようにすることだけだと思う。もちろんあるよ、細かく言ったらそうあるけど、でもその2つでしょ。だからその2つをより効率的にできるためには何をすればいいのかなっていう視点をもう一回持ち直してほしいので、やっぱそのために必要なのが、暗記力の向上の動画とかでも話したけど、隙間時間の使い方なんだよね。でその隙間時間っていうのは、お風呂だったりとかご飯食べてる時間とか、あとお手洗い行ってる時間とかさあるわけじゃん。で勉強から離れてる時間、つまり休憩時間も含めてそうだよね。で休憩はもちろん次に頑張るための休憩だから、リフレッシュは必要、みんなのしたいことしたって構わないからいいんだけど、でも頭の中のスイッチを完全にオフにはしないの。常にどっかで勉強のことを考えてる、動画を見ながらさっきの単語のことを考える時間があったっていいんだって。いやむしろそうなっててほしい。でそのレベルっていうのは、みんなのちょうどいいレベルは見つけなきゃいけない。俺みたいにそこまで追い込まれなくても構わないんだけど、でも完全にオフにしちゃって、もう参考書終わったら、よし終わったよみたいなにしちゃうと、どんどん抜けてっちゃうんだよ。もう一回定着させようって意識が薄いから。でそうなると効率も悪くなっちゃうのね。もう受験本番まで本当時間がない、この時期になったら。だから常に緊張感保つのはきついかもしれない、でも慣れてくるとそれが自然になるから。だから緊張感を程よいね、自分の中で勉強してる時はもちろん緊張するんだよ、緊張させるんだけど、休憩時間とか隙間時間とかオフの時間とか、その時もある一定の緊張感を持っておく意識をしっかり持つようにしてください。ただ最後に1個だけ付け加えると、その緊張感っていうのは不安を持てってことじゃないの。不安はなくならないだろうけど、例えばあもっと勉強しなきゃ、こんな休憩してる場合じゃないよって周りやってんでしょみたいな、その脅迫観念に駆られろってわけじゃない。そこはねうまく使い分けてほしい。
自分の中でやったものを忘れないようにするために、まあ、友達と電話してる時もやべさっき単語なんだっけって思い出しちゃう時間があったっていいんだよっていう、忘れないようにするためにはその休憩時間とか隙間時間にどういうことを考えておくといいのかなって、不安に思ってわーってなるために使うんじゃなくって、覚えたものとかさっきやったねできなかったものをできるようにしたものを思い出すために自分の力を上げるために使っていくんだと意識に持ってください。まあ、さっきも言ったみたいに不安はなくならないです。不安は絶対消えないから。でも不安なのは本気な証拠だからいいんだって。でもそのスイッチというか、自分がどういうマインドで過ごしていく、どういうマインドの緊張感を持っていくことが大事なのかっていうのを考えながら、それを見つけながら、ぜひ残りの受験勉強の期間だったりとかテスト勉強の期間を使うようにしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回本編でも少し、ね、触れましたけど、人は追い込まれてくるとですね、難しく考えてしまうし、あと視野がすごく狭くなってしまいます。私もまさしくそうと、で自分をそれ自覚してたからこそ、こうどうしようどうしようって考え続けて、自分と向き合い続けて導き出した答えがシンプルシンキングだったの。とにかくシンプルに考えようって、これはみんながみんなそうっていうわけではないんですけど、例えばさ、やらなきゃいけないものがいっぱいあるじゃないですか。これは勉強もそうだし仕事もそうなんだけど、で俺はこうね、いっぱい敵がこういるじゃん。で武器一つ持ってさ、ねえうわーがね、できないんですよ。マルチタスクができないんです私。だから優先順位を決めて、敵がいっぱいいるんだけど一人ずつ一対一と戦う状況を作っていくの。でまずこいつを一人を倒したら次っていう、それが得意なの。でみんながそうじゃないかもしんないけど、みんなはマルチタスクが得意な方がいて、シュパーンシュパーンみたいなできる方はそれでもいいんだけど、もしやるべきことがいっぱいありすぎて気持ちがね、こう押しつぶされそうになってる方がいたら、優先順位を決めてごらん。一対一で倒していく、ね、シンプルに考えていく。まずはこいつから倒すって、そのために何ができるのかなってことを考えて、それが終わったら次っていう風に考えてみてください。敵がいすぎて足が止まっちゃってるぐらいだったらそっちの方がいいよ。動けてる自分に自信もつくからね。でもし今自分が、まあ、追い込まれて難しく考えてるなって、これは別に勉強とかじゃなくて、まあ、友人関係とか恋愛関係も含めてだと思うんだけど、って時にちょっと大事にしてほしい視点があって、それが俯瞰的に見るっていう俯瞰です。で何をするかっていうと、こっから自分を見るんです。こっからもう一人の自分をここにホワンって作ってください。でここ今自分いるでしょ。この自分からこれをちょっと他人みたいな感覚にして、自分が今置かれてる状況で、今一番自分が分かってるからこういうこと悩んでるって、この自分からこの人に対して何アドバイスします。だつまりここに自分を持ってきて、これを友達みたいにすればいい。こうやって悩んでる友達に対してみんなとはなんて声かけるって、どうアドバイスするって考えてごらん。それができるだけでも視点が視野がすごく広がるよ。そう、これが俯瞰的に見るっていう力ね。でこの力はすごく大事で、できればうまくいってる時もやってほしい。人はね、うまくいってる時の方が余裕があっていろんなことができます。で普段からそれをやっと癖をつけておくと、追い込まれた時にこの選択肢が出てくる。普段やってないと出てこないよ。だって視野狭くなってんだから。だから今回この動画をきっかけに、ちょっと一回立ち止まって深呼吸して、ここから見てもらえたらいいなと思って、今回この雑談でね、この話をしてみました。だからもし追い込まれてたら、そうやってぜひやってほしいし、みんなの周りでそうやって追い込まれてる子がいたら、一回このアドバイス、ここまで長くしなくていいけど、ちょっとギュッてまとめてもらって、まあアドバイスするか、まあ、この動画ちょっとね見せてもらうかでもいいんで、ぜひやってみてください。それだけでも自分の視野が広がって、よりこうレベルアップしていけます。でも人は大きくいきなりは変わらないから、ちょっとずつしかレベルは上がらないんだけども、必ず前に進めていけますので、ぜひこんな技というかを使ってもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。